の方が静かなんじゃねえか。いや、すごい、ここ剥離しちゃったりするんですよね。ハロー YouTube 整備業界をどうぞ。整備士重信です。さあ、今回は忖度なしのタイヤの評価をしてみたいと思います。でこちらに置いてありますのはダンロップのルマン4LM704 っていうタイヤですね。でこれはタイヤの内側にですね、ダンロップ結構前からボールノイズを軽減させる吸音スポンジというものを搭載したタイヤでございます。で実際これ、まあ、乗ったことはございます。昔のねルマンはですね、ちょっとこのサイドウォールがなんか弱かった気がするんですよ。ですごいここ剥離しちゃったりするんですよね。タイヤ割れちゃったりとかしていたんですが、そこもだいぶ改善されてきてですね、静粛性もやはり当時のものから比べれば断然静かになっております。どっちかというとゴーゴー音、路面が新しいと結構ゴーゴーってこう静かめになるじゃないですか。低い音のゴーゴー音じゃなくて、ロードノイズ的にいくともう少しあの古い路面のちょっと凹凸がある感じの、カーカー音っていうんですかね、ゴーって走ってきたからゴーってこういう少し高い音になるじゃないですか。その高い音の方を結構より吸収してくれやすいって言われております。まあ、実際これを乗った僕からしてもやっぱり効果は結構あります。でも普通のタイヤから比べれば全然静かな方だと思います。さすが、まあ、ハイグレードに近いタイヤなんじゃないのかなと思っておりますね。で、まあ、ちょっとですね、比較してしまうっていうのもちょっとなんかあれかなと思うんですけども、ちゃんとそこはね、まっすぐな答えにしとかないと何の評価にもならないので、一応これとですね、僕レグの、もう皆さんご存知の通りブリヂストンの最高級タイヤですね、レグの GR2 とかですかね、ごめんなさい、 GR 今のグレードちょっとよくわからないんですけど、そうですね、レグのと比べた時もございます。レグのはね、なんだってね、静か、声は大きく言ってるけど静か。レグのはとても静かなんです。どれぐらい静かっていうかというとですね、なんだろう、もうそうだな、夜の田舎って感じ、夜の田舎みたいな静かさで、このレマンはどちらかというと、まあ、街中の夜10時ぐらいかなっていうイメージですの、その音の大きさっていうんですね、ロードノイズの大きさっていうのがあります。特にもっと言うとレグノのすごいところがあって、レグノはですね、雨の日がやばい、ウェット路面がやばい、すごい静かだった。いや、びっくりしましたね。最初違うタイヤで乗っていった車両に対して、違う夏だよね、履いていた車両でウェット路面ファーって走ると、やっぱり水の巻き上げ音とかですか、サーっていう感じのウェット路面のね、走るよくありますよね、あの水がこう引っかかる、路面に当たる瞬間にシャッてこうなるですか、あの音を巻き上げていく、さらに水を巻き上げていくような音がすごいんですけど、レグのはね、びっくりするのがドライ路面を走ってるよりもウェット路面の方が静かなんじゃねえかっていう感覚です。でごめんなさい、これはね、正直ウェット路面まだあんまり乗ったことがないんですよ。ドライ路面でしか乗ったことがないんですけども、ウェット路面すごい静かでしたね。もしかしたらこっちもウェット路面強いのかもしれないですけど、ただ溝の切り方とかでやっぱそういうのにもね、左右されてくるじゃないですか。もうね、比較、本当は同じ車で、あと、ね、タイヤだけ変えて走らせて、ね、ちょっとやるのがベストなのかもしれないですけども、僕の体感上は今回ごめんなさい、レマンなんか言ってますけど、レグノの方が軍配上がるかなっていう、そんなイメージです。まあでもね、値段はこちらのレマンの方が断然安いですね。圧倒的に安い、こっちの方が安い、レマン 4LM704 っていうシリーズの方が圧倒的に安いし、コスパいいし、この音も静かっていうところもあって、まあ、今回ね、これを紹介しようかなと思いました。まあ、このレマンタイヤね、もし気になっていてレビューがなかなか探しても見つからないよって方には、まあ、ぜひ参考にしてみていただきたいと思います。でもっと言うとね、本当よく言うとレグノの方がいいよ、まあ、そういうことです、はい、まあ、お金に余裕がある人はレグノの方がいいよ、まあ、そんな感じで、はい、今回終わらせていただきたいと思います。グッドボタン、チャンネル登録、各 SNS のフォローもよろしくお願いいたします。たまにはこういう商品レビュー
もしてみたいと思っておりますのでね、ちょっとこういうのも何かあったらレビューお願いしますっていうねコメントあればぜひしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。